ニーナちゃんとエマちゃんのお家には20色1万枚のお花紙があります。手に糊をつけてコロコロするカラーボールで作ったのは鈴なりのミニトマトです。ヒレがふわふわした魚の目はシールで作ったそうです。青い波の下を気持ちよさそうに泳いでいます。透明なカップの中にお花紙を入れて作ったのは本物そっくりの抹茶といちごのクリームフラペチーノ。ふわふわの花びらが豪華なひまわりは屏風折りにするのが大変です。でもなんとおうちにお花紙の花子ちゃんまで持っていました。これならあっという間に屏風折りの出来上がりです。たくさん作ったひまわりを画用紙に貼って笑顔いっぱいニコニコひまわり。ニーナちゃんとエマちゃんの背よりも高いひまわりの迷路、向こうのひまわりはクレヨンと絵の具で描いています。お花紙の楽しい使い方をいっぱい教えてくれてありがとう。